東京・上野の国立西洋美術館がユネスコの世界遺産に登録される見通しになったことを受けて地元の東京台東区では歓迎の声が広がっています国立西洋美術館の世界遺産登録への動きは9年前から始まり2度の登録見送りを経て今回3回目で実現しました一夜明けて台東区役所など地元では歓迎の声が上がりました台東区 この魅力を世界に発信できるはいいチャンス嬉しいですよね大都市民としてはなると思いませんだからね7月のユネスコの委員会で正式に登録が決まる見通しで日本の世界遺産は文化遺産と自然遺産を合わせて20件目となります